はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はレベル上げですね。今まで2回レベル上げ動画出してるんですけども、今回の場所が一番いい。これもうね、ここ以上のところはないと思います。見てください。メタルキングが2体出てますよね。ここでレベル上げをすると、間違いなく最速です。これ確実だね。3体以上出てくるとこなら、そっちの方がいいけども、多分3体出てくるところはないんですよね。なので、ここが間違いない。で、以前紹介したところも、メタキンが2体出てきたんだけども、あそこはね、視点を変更しないと、ちょっとメタキンが見えにくかったんだよね。でも、ここは、一瞬でわかる。もう出たのが一瞬でわかるので、ここはやりやすいよ。場所の説明なんですけども、ここです。場所はね、ついばさの、ここ、風切り草原の奥の方ですね。風切り草原の奥の方、ここあたりにいます。うん、今メタキンだけども、変えますと、キラーパンサー。になります。一番奥にね、ギガンテスがいて、その手前にキラーパンサーが2体いるんだよね。その2体のキラーパンサーが、メタキンに変わります。こんな感じね。もう出たのが一瞬でわかるので、ここはね、厳選がしやすいです。うん、おしゃれさんもここは見つけやすいだろうね。まあ、とりあえず、ここで一度レベル上げをしてみましょう。これとんでもなく、早いと思います。で、もちろん、コインは、これ。メタスラとメタルハンドの経験値アップをつけてます。今、レベル49だね。多分、79のフルメタルレイダーよりも、早くレベル99になると思います。では、早速、レベル上げやっていきましょう。もうほんとね、一瞬でわかるから、超やりやすいのよね。まあ、ただこいつらがちょっとでかくて見えにくいんだけども。まあ、それはいいとしましょう。はい、オッケー。めちゃめちゃ早いよ。あ、で、狙う場所はこのあたりがベストだと思います。うん。なんかポコって出てる石が一箇所あって、その横にもう一箇所あるのよね。その石の横あたり、このあたりで、こう厳選していくとちょうど良さそうですね。はい。では、とりあえず、レベル99まで上げますね。それでは、次でレベルが上がりそうですね。で、手前のね、ギガンテス1体湧くんだけども、こいつはね、処理してた方が良さそうですね。なんか、エイムを、吸われてしまうので、あいつはね、先に倒してた方が無難な気がする。まあ、倒さなくても全然いけるにはいけるんですけども、まあ、ついでだから倒してもいいんではないでしょうか。で、あと1体だね。あ、ちょっと待って、消えた。たまにこれ消えるのよね。たまに消えちゃうんだよなぁ。あれ？あ、出た出た。はい。はい、99、なりました。やっぱね、経験値アップコインの効果がエグすぎる。うん、フルメタルレイダー79から、86、7上がるまでに、99なっちゃった。めちゃくちゃ早い。とんでもないね。で、分かったことが、厳選をするときは、このあたりでした方がいいんだけども、セーブロードをするのは、このあたりでした方がいいですね。うん。まあ、どうせある程度近づかないとダメージ与えれないので、ここら辺で2体とも倒し終わって、まずここでセーブ。そうして、キラーパンサーが湧くのを見てから、後ろに下がって、厳選という形ですね。ここでロードセーブをすると、キラーパンサーがすぐ湧かないっぽいので、まずここで、セーブをした方が間違いなさそうですね。はい。まあ、とりあえずもう一回お見せしますね。セーブをしてロードをしてきました。
で、ここら辺にいると、湧きますね。で、このギガンテスはちょっとエイムを吸うので、邪魔なので、倒して、メタキンを倒す。で、キラーパンサーそっち側も湧きました。ちょっと後ろに下がってから、厳選ですね。はい、こんな感じで厳選していきます。で、メタキンが出たら、倒す。で、ここで、セーブ。ロードですね。そうすると、ちょうどいい感じになると思います。レベル99なりました。このジャンプして、撃つってなかなかかっこいいよね。うん、どうでもいいんですけども。はい。やっぱり、この能力はすごいわ。とんでもなくレベルが上がるのが早い。はい。ということで、今日はですね、最速のレベル上げ場所、やっていきました。雪山も、あそこいいと思うんですけども、ここも、いいです。まあ、とにかく、振り返ったら、すぐね、メタキンかどうかがわかるっていうのが、めちゃくちゃいいと思います。場所のおさらいですね。ついばさです。ついばさ島の、風切り草原の奥の方ですね。一番奥の方。そこの一番奥にギガンテスが2体いるんだけども、その手前に、キラーパンサーが2体います。そのキラーパンサーが、メタルキングに変わりますので、そこをやってみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。